南極の格好風。格好風によるブリザードが夕日を受けてオレンジ色に見えている。南極における格好風の力学的説明。気圧系努力と重力が格好風を起こす。格好風は密度の高い空気が高高度の地点から低高度の地点へと格好することで起こる風のこと。斜面格好風、格好風とも言う。 英語のカタバティックはギリシア語のカタボティコスに由来する。山や丘の頂上、高原などでは、そこを通り抜ける水平な風が弱い時、空気は滞留して、放射冷却によって次第に冷やされて密度が高くなってくる。すると、重力によって密度の高い冷たい空気は高度の低いところへ、格降し始める。下降気流が冷たいのと同じ理由で、 格好風は一般的に冷たい。暖かいフェーン風とは対照的であるが、これは空気が格好する際の温度上昇率が異なることが関係している。フェーン風は山などを通り抜ける水平な風が強い時に起こる。格好の際に重力加速度で風は加速するが、地面との摩擦などで風が幾分弱められるので、一般的には最大でも 風力3程度にしかならない。しかし、地形によっては、風が集まって強くなる場合もあり、強風により、草木の登場や人的被害が発生することもある。氷床、氷河、雪原などでは、強い放射冷却が起きる上、もともと温度が低いため、滑降風も強く温度も低くなる。南極大陸やグリーンランドでは、広大な氷床に、 大量の冷気が蓄積されるため、猛烈な格好風が吹き、積雪や降雪を巻き上げて、ブリザードとなる。低気圧が接近した際は、風がさらに強まる。また、アラスカやフエゴ島などでは、地形の影響で強まった猛烈な格好風が吹く、ことが知られており、ウィリー王と呼ばれている。フランスやイタリアなどのミストラル、アドリア海沿岸のボーラ、カリフォルニアのサンターナ、 日本各地の卸なども格好風である。ありがとうございます。